皆さん、こんにちは。今回は松山英樹選手についてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。本日は日本のゴルフ界における刺激的で重要なトピックスに焦点を当てた特別な記事をお届けします。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。ゴルフというスポーツは単なる競技以上のものです。それは情熱、献身、そして時には激動のドラマを内包しています。特に若手ゴルファーたちが直面する挑戦、彼らとメディアとの複雑な関係、そしてゴルフ界の伝説的な人物たちの影響力に関する話題は私たちにとって非常に興味深いものです。この動画ではそんなゴルフ界の内部に深く潜り、松山英樹選手をはじめとする若手選手たちが日本ゴルフツアー機構 JGTO やメディアとどのように相互作用しているのか、また彼らが直面している課題やチャンスについて詳細に追求していきます。ゴルフ解説者の役割や視聴者からの受け止め方、そしてゴルフ界のレジェンド青木功氏の若手への貴重なアドバイスなど、読み応えのある内容をお届けします。このスポーツを愛する皆さんにとってゴルフはただのゲームではなく、心を動かす物語です。選手一人一人の背後には努力、決断、そして人間ドラマが存在します。私たちはそのすべてを丁寧に解き明かし、皆さんに新たな洞察を提供したいと考えています。さあ、ゴルフの世界に隠された物語を共に紐解いていきましょう。今日本ゴルフ界において、特に若手選手たちが直面している一つの大きな問題があります。それは日本ゴルフツアー機構 JGTO との関係、そしてメディアとの複雑な対応です。この問題は特に松山英樹選手を中心に多くの議論を呼んでいます。松山選手は世界で活躍する日本を代表するトップゴルファーの一人です。彼の才能と努力は多くのゴルフファンに知られ、高く評価されています。しかし、その成功の裏で彼は日本国内のメディアとの関係に苦慮している様子が見受けられます。彼がメディアを避けがちなのは、単なるメディア嫌いというよりもより複雑な背景があると言われています。一方で JGTO との関係もまた緊張感を帯びています。松山選手は国内ツアーではなく、主にアメリカ PGA ツアーでのプレーを選択しています。これは彼が世界レベルでの競争に挑むための決断ですが、その結果 JGTO との間には何らかのすれ違いが生じているように見受けられます。特に注目すべき点は、松山選手が JGTO に対して支払った制裁金の問題です。彼は JGTO の規定により国内ツアーへの参加義務を果たせなかったため、制裁金を支払うことになりました。この出来事は国内ツアーと世界を目指す選手との間のギャップを象徴しているとも言えます。さらにメディアとの関係においても、松山選手は独特の立場をとっています。彼は海外のメディアに対しては比較的オープンな一方で、国内のメディアに対しては距離を置いているように見えます。これは彼が国内のメディアとの過去の経験から、ある種の警戒心を抱いている可能性があります。こうした状況は若手ゴルファーたちにとっても重要な意味を持っています。彼らは松山選手のようなトッププレイヤーの対応を見て、自分たちのメディア戦略や JGTO との関係をどう築いていくかを考える必要があります。特に国際的な舞台で活躍するためには、国内外のメディアとの良好な関係を構築することが欠かせないでしょう。このように松山英樹選手を中心とした若手ゴルファーたちの現状は、日本ゴルフ界にとって多くの示唆を与えています。彼らが国内外でどのように活躍し、どのように自己表現をするかは、これからの日本ゴルフ界の発展に大きく影響を与えるでしょう。ゴルフ界におけるもう一つの大きなトピックとして、日本ゴルフ界の将来に対する懸念について触れたいと思います。特に若手選手たちへの適切なサポートと国際舞台での活躍が、この懸念の中核を成しています。ゴルフは単に国内での競技にとどまらず、グローバルなステージでの活躍が求められるスポーツです。このことは日本の若手ゴルファーたちにとっても例外ではありません。彼らは国内のトーナメントで経験を積みながら、
同時に世界のトッププレイヤーとしての地位を確立しようと努力しています。しかしこの両立は決して容易なことではありません。国内ツアーと国際ツアーの間でのバランスは若手選手たちにとって大きな課題です。一方で日本ゴルフツアー機構 JGTO の規定や国内の期待に応えようとしながら他方で国際舞台での成功を目指すことは彼らにとって重要な意思決定を必要とします。このバランスをどのように取るかは選手個々のキャリアに大きな影響を与えるでしょう。さらに若手選手たちが国際舞台で成功するためには適切なサポート体制の構築が必要です。これには技術的なトレーニングだけでなくメンタル面でのサポートや国際的なネットワークの構築も含まれます。日本のゴルフ団体やスポンサーはこれらのサポートを十分に提供し若手選手たちが国際舞台で活躍できる環境を整えることが求められています。また若手選手たちが直面するもう一つの大きな問題は国内外のメディアとの関係です。国際舞台での成功はメディアの注目を集めブランド価値を高める機会を提供します。しかしこのメディア露出が選手のパフォーマンスに与える影響は複雑です。選手たちはメディアとの良好な関係を築きつつも自身のプレーに集中するバランスを見つける必要があります。結論として日本ゴルフ界の未来は若手選手たちの国際舞台での活躍にかかっています。彼らが国内外で成功を収めるためには適切なサポートとメディアとの良好な関係構築が鍵となるでしょう。日本のゴルフ界におけるもう一つの重要な側面に目を向けたいと思います。それはゴルフ解説者の役割と視聴者からの評価に関する問題です。このトピックはスポーツ中継を見る上で重要な要素でありファンの試合体験に大きな影響を与えます。ゴルフ中継における解説者の役割は非常に重要です。彼らはプレーの技術的な側面を解説するだけでなく戦略やプレイヤーの心理ゴルフの魅力を伝えるための橋渡し役を担います。適切な解説は視聴者に試合の深い理解をもたらしスポーツとしてのゴルフをより楽しむことができます。しかしながら解説者に対する視聴者の評価は一様ではありません。一部の解説者はその専門知識や分析力で高く評価されていますが一方で視聴者から不評を買う解説者も存在します。この違いは何によるものでしょうか。不評を買う解説者に共通しているのはしばしば上から目線での発言や選手への過度な批判個人的な意見が多いことです。これらの解説は視聴者にとって不快感を与えることがありゲームの楽しさを損なう原因となります。また選手やゲームへの理解が浅いと感じられるコメントも視聴者の不満を引き起こすことがあります。一方高い評価を受けている解説者はプレーの技術や戦略を分かりやすく説明するだけでなく選手の個性や試合の背景に光を当てることで視聴者を試合に没入させます。彼らは豊富な経験と知識をもとに視聴者に新しい洞察を提供しゴルフの魅力を最大限に引き出します。ここで重要なのは解説者がただ試合を語るだけでなく視聴者との対話を意識することです。いい解説者は視聴者の疑問や興味に答え試合をより理解しやすく楽しめるものにします。このためには解説者自身が継続的に学び自己のスキルを磨くことが不可欠です。最終的にゴルフ中継での解説者の役割は単にゲームを解説することにとどまらずゴルフの魅力を伝えスポーツとしての価値を高めることにあります。解説者一人一人の言葉が視聴者にとってのゴルフ体験を豊かにするかそれとも損なうかは彼らの専門知識、人間性、そしてプレゼンテーションスキルに大きく依存しています。皆様、ゴルフ中継を見る際には解説者の言葉にも耳を傾け彼らが提供する洞察からゲームの新たな面を発見していただければ幸いです。解説者と視聴者の間の相互作用が私たちのゴルフ観戦体験をより豊かなものにすることを願っています。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。